いやちょっとこのゲーム始めたての頃に一つのパートの中で何回言うんだよって思ってちょっとあんま言わないようにしてたんだけど、言っていいですか。曲がいい曲がかっこいいな。ゴーストトリック実況プレイ、今日もね続きをやっていきましょう。浄土刑事をね、なんとか刑務所から逃がそうとしていたんだけど、逃げる寸前でハバネラ警部に見つかってしまってっていうところだよね。で、浄土刑事といろいろ話ができそうなんだけど、シセルのことはちょっと最後かな。2番目からいくか。ハバネラ警部のこと、あんたに銃を向けている男、親友だったとか、刑事課にいた頃な、昔の話だ。今や特別捜査班の班長さん、エリート中のエリート。今のあいつはトップに立つことだけを考えている。何か目的がありそうだけどね。その決意のシンボルがあの真っ白なコートだ。真っ白なコート、ホワイトラブリーだからな。トップを目指す者にとって最も怖いのは何か、それは汚点、コートについたシミみたいなものだ。シミだらけのコートを着た男、君だって選ばないだろ。私ならシミの目立たない黒いコートを選ぶだろうな。浄土さんはシミどころか、そう、絵の具でめっちゃ汚れた服を今着ていると。優秀なやつがひしめく世界だ。一つのミスが命取りになる。しかし誰だってミスをすることはあるだろう。それでもあいつは真っ白なコートを着る道を選んだ。険しい道、コートの影は決して見せない。そのためならば何でもする。親友の命すらも処刑台に差し出すというわけか。そいつは正しいことだからな。何しろ俺は死刑囚だ。だからこうして俺に銃を向けているわけだな。処刑、あんたの処刑、本当に正しいことなのか。公正な裁判で決まったことだ。問題なしってやつだな。奥さんを撃った事件について詳しく聞かせてくれるかな。そうなのか。こいつはな、俺が受けるべき罰なんだよ。あの事件を永久に終わらせるために。輪廻刑事はあんたを無実と信じて今も走り回っている。その彼女に残す言葉は問題なしでいいのか。俺は妻アルマの殺害犯人として死刑判決を下された。アルマさん、しかし俺にとってはそれだけじゃないんだ。どういうことだ、それだけじゃない。あの事件より前の話さ。俺はこの手でもう一人命を奪っているんだ。なんだって。もう一つの殺人。もう10年も前のことだ。俺にとっては忘れられないが、あの日俺は一人の少女の命。リンネか。一人の少女の命を救って、そして一人の男の命を奪った。この手でな。10年前一人の少女を救った。もしかしてその少女とはリンネのことだろうか。公演か、アシュタール公演。そいつを聞いたのか。リンネから聞かせてもらった。あんたはヒーローだそうだ。落ち着くんだ、そいつを地面に置け。来るな、それ以上俺に近づいたらこいつを撃つ。10年前ある公園で少女が人質に取られる事件があった。俺はまだ若くて自分をコントロールできなかった。あの時俺は自分自身に尋ねたんだ。ジョード、お前犯人を撃つつもりか。俺はこう答えたんだ。ああ撃ってやる。犯人を射殺した。俺の手は少し震えていた。もし手元が狂ったら犯人は死ぬかもしれない。人質の子だって危険だ。
それでも俺は答えたんだ。撃ってやるってな。リンには生きてるから人質に当たったわけじゃないよね。犯人は死んだ。俺が命を奪ったんだ。それはでも、刑事として正しいことなんじゃないか。リンにはその結末を知らない。まだ幼かったからな。犯人が死んだことを、俺はヒーローなんかじゃない。ふさわしいのは。それを気に病んでるの？処刑だ。奥さんの事件については語らないのか。どうなの？それはまあ、それはまあね、殺してしまった人の立場からしたら悔やむことかもしれないけど、それで処刑っておかしいだろう。じゃあ失礼のことを。私は見た。今夜あんたが独房で描いていた絵、俺が一番気になってる。あれは私だった。つまりあんたは私のことを知っているはずなんだ。本当に悪いとは思うが、覚えてるけど話してくれないのか。今の俺は君に話すことはできない。なぜだ。なぜなら俺は君の本当の顔を知らないからだ。俺の本当の顔、本当の顔だと。俺は刑事だ。自分の知らないことは語れない。ただ一つ手がかりをやれるかもしれない。手がかり？もう随分前、リンネに預けたものがある。おー！オルゴール！あのオルゴールか。今、カノンが持って、キッチンチキンに向かってるんだよね。キッチンチキンはね、もぬけの殻ではないけど、シェフしかいないんだよな、今。もしそいつを見かけたら開けてみるといい。何か思い出すかもしれない。曲？なんか入ってんのかな？リンネの部屋で見つけたあの木の箱だ。俺が今君にやれる手がかりはそんなものだな。全然解決にならないな。何を知っているんだ？オルゴール。会話は一通り終わったけど、さて、そろそろ行かないか。手を挙げているのも疲れる。オーケー、せいぜい派手に連行させてもらうとしようか。ああ、そうだ。最後に一本だけ電話をかけさせてくれ。俺を逃がそうとしてる？あの、4分前の世界ではないか。さらりととんでもない要求をするな、相棒。一分だけ見ないふりをしよう。聞き耳は立てておくけどね。セル君、君は君の道を急ぐべきだろう。ちょうど刑事、私の道？リンネは今法務大臣の執務室にいるんだろう。大臣さんに最後の挨拶をするのも悪くない。大臣の電話番号わかんのか。普通に、わっ、やっぱそうだよ。悩める中年の館だよ。てか他にいないしね、それっぽい人ね。このジョードさんのところに来る手前ではあの人一人でまた悩んでたんだけどね。リンネがいるな。はい、こちら異常なしですけど。異常ありそう。何が起こってんだ。ああ、キッチンチキンかな。出前を頼みたいんだがね。キッチンチキン使うな、みんな。あのキッチンチキンならそのお隣です。じゃあ、どうやら向こうでも厄介なことが起こっているみたいだな。そのようだ。行ってやってくれ、シセル君。待たせたな。行こうか、カバネラ警部。へえ、行っちゃう。連れてかれる。いや、そうだそうだ。その、いやって言い方、リンネと同じだな。君に渡したいものがあったんだよ。
金時計？何そのくれ方？ロケット？誰かの写真が入ってんのか？それ、もらってくれるかな？ラブリーなプレゼントだよ。ラブリーなものなら投げるな。なんだこいつは。時計か。今の俺にとってこの世で最も必要ないものだな。あれ、申し訳ない。プレゼントのセンスが悪くてね。なんかありそうだね。お別れだな、シセル君。一つだけ言っておくよ。人の記憶なんか信用するな。探し物は自分の目で探せ。覚えておこう。刑務所に戻る。二人が立ち去ってここにはもはや存在するものは何もない。夢、希望といった類のものからコアまで。コアがなければ彼らの後を追うことはできない。私の冒険は終わった。やや気が重いが、リンネの元へ向かうとしよう。なんか怒ってるんだよね、きっと。処刑を止めるために彼女が向かった場所、法務大臣氏の執務室。たった今、ジョーと刑事が見せてくれた道をたどって。リンネがいたけど、まあ、悩める中年？あの人が多分法務大臣だと思うけど、あの人の姿は見えなかったな。いやー、引き込まれるな。続けてやろう。うん、ちょっと壁紙だけ変えてね。赤いね。赤いねは分かってたんだけどさ。リンネの回になりそうなんで、リンネの壁紙にしたんだけど、ちょっと落ち着かないかもしれないな。まあいいか。10章ね。10章で11時41分。もう少しで日付が変わっちゃうね。死刑囚の処刑を回避する。この上なく中途半端な形で任務を完了した私は、リンネと合流することにした。まあ処刑はすぐにはできないですよね。電気椅子ぶっ壊してあるからね。法務大臣氏の執務室。これですぐジョード刑事が殺されてしまうってことはないと思うんだけど。もう一つの殺人。ジョード刑事の最後の言葉が重くのしかかる。リンネにそれを伝えるべきか、私には分からなかった。リンネは10年前の公演での犯人が殺されたっていう件は知らないって言ってたもんな。それは何をやってんだ。珍しいことにリンネは死んでいなかった。そうね。しかしどうやら素直に喜んでいい空気ではないようだ。あの法務大臣、まあそこの椅子に座っていたのが法務大臣だと思うんですけど、いないんだよね。いないし、なんかちょっと机が荒らされている感じもある。リンネが死んでないのは何よりだ。しかし彼女一体何をしているのだろうか。何してるんですかね。あまり関わりたくないような気もする。多分同じことを考えているんだろうな。やっちまったのかな、リンネが。いった。死んでるな、ひっくり返ってる。何そのポーズは。明らかになんか正常なポーズではないですよね。いけないか。まずリンネに話しかける。どうしたん。あ、出た。なんか出た。結構なご挨拶だな、いくら幽霊とはいえ。でどうだった、ジョードさん生きてた。死んでたけど生き返らせた。さっさと処刑されていた。一応助け出しておいたが。かっこいいな。こんなセリフ一度言ってみたいね。本当危なかったね。危なかったねっていうか、って何、一応なんだよな。私は刑務所での冒険をリンネ刑事に語った。ただもう一つの殺人については私には言えなかった。黙っておくか。まあちょっとそれどころじゃなさそうだしね。何があったの。カバネラさんがジョードさんを逮捕。信じられない。信じられないか。
それはこちらも同じ思いだ。私が行くところ必ず死んでいる。君か誰かが。いや、面目ないな。それでそこに倒れているのが、あ、気づいた。そう、この人がね、法務大臣さん、ジョードさんの処刑の執行指令書にサインした人。私がここへ来た時には、あ、そうなんだ、もう残念なことに。本当か？それならばまず人を呼ぶべきだったのでは。ねえ、あの衛兵さん、槍持ってる人たちがね、周りにいるはずなんですけど。まあね、ある種そうなんだけど、私追われてるでしょ、殺人犯として。みんなに見つかる前に助けてもらいたいなって思ったの。やれやれ。あー、コア出てるからね。話せるかな。気絶しちゃっているか。おい、聞こえるか。ダメ、どうやらまだ死者として気絶しているようだ。それじゃ気絶してる間に助けちゃってくれる。大臣に何が起こったか自分の目で見た方が早いって。ああ、そのようだ。それでは行ってくるとしよう。死の4分前。リンネも分かってないんだよね、きっとね。来た時にはもうこの状態だったっていうことですよね。おう、一人で11時31分ですか。10分前ぐらい。書類に、おう、あ、エンマ君か、奥さんか。これは失礼。奥さんとの間に、ん、なんだと。誰からの電話だ。わかった、言う通りにする。これはいけそうだね。これは誰との電話かわかるよね、俺はね。なんという、やっぱ奥さんとの件以外にも頭を悩ませる理由は抱えてんだよね。どっかにかけてる。どこ？ん？出なかった。出ないのか。なぜ出ない？ぐおー、踊り狂っているな。ぬ、あ、あ、やばい。薬？はい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 。薬ね、あったね。そうか、ぬぐぐ。吹っ飛ばしちゃって、あ、水？それ倒れてたね。あー、倒しちゃったんだ。もうちょっとなんか一歩踏み出してほしいよね。お、あ、言うわ、愚かな男だ。あんた気がついたのか。二律背反だ、まさしく。二律背反？真理を探るほどに我々はジレンマに陥る。人の世は矛盾に満ちている。あちらを取ればこちらを取れない。薬瓶と水差し、両方求める者はその両方を失うのだ。すごい、あの、客観的に見てますね、自分のことを。今の場合は両方とも手にすることができたような気もするが。そうだね、あれを取らせてあげればなんとかなんのか。彼は世の真理を知らなかった。だから死んだ。愚かな男だ。いや、むしろ無様な男、そう呼ぶのもまた興味深い。だからこのおじさんは気がついていないようだ。愚かで無様な男が、あ、そうなんかな、気づいてないのかな、自分自身であることを。それ分かった上でなんかこう言ってるのかなと思った。こいつもまた二律背反というやつなのかもしれない。ちなみにあんた名前は何という？役職名はね、分かってるけど。真理の探求者、かっこよく言うな。とでも呼んでいただければ。うまく逃げたな。うまいのかな、果たして。はあ、もう始まるのか。取り付ける。まず、あ、おい、吹き出しね。まず電話でしょうが、どうやら今回は悩む必要はなさそうだ。
薬を飲ませればいい。とてもシンプルだ。ただもう一つ気になることがある。法務大臣氏にかかってきた電話。あの後彼の様子は致命的に変になった。全く愚かで無様かつ変な男だ。あ、分かってないね、本当にね、自分ってあんたそれぐらいにしておいた方がいいぜ。こう結局ね、移動はできないんですもんね。おお、いきなりか。エンマ君か。これは誰かっていうと、これは失礼。おお、ビューティー、どこそれ。夜分遅く失礼、法務大臣様。こいつらはキッチンチキンの後忽然と消えてたんだよな。どこだその部屋。どちら様だろうか。この番号を知ってるとは。娘さんを。あ、いなかった。いなくなってた。マダムは何やってんのよ。確かにエイミンね、娘のエイミンはベッドからいなくなってたんだよな。娘さんは預かった。なんだろうか、あなた。エイミンの塾の先生かな。塾の先生がこんな時間に電話をかけてくるかしら。まさか。もう一度言うわね、娘さんを預かった。なんだと。脅迫か。娘は無事なのか。無事なんだろうか。声を聞かせてあげる。助けてパパ。あ、右にいんの。ヘイミン殺される。確かにこういう感じでね、言いそうなキャラクターではあったけど、あんま知らんけどな、エイミンのこと。要求はなんだ。本当にいるのかな。我々の要求は先日すでに伝えているはず。そうか、お前たちだったか。それでどうなっているのかしら。我々の要求、処刑の執行の方は、ジョードさんの処刑の執行を望んでるんだ。なんでだ。お前たちの要求など関係ない。あれはわしの仕事なのだから。その通りね、もちろん。急遽処刑が決まったのはこいつらのせいなんか。もう連絡が入る時間だ。誘拐など必要ない。我々は用心深いの、覚えておくことね。当然のことだけど、我々は大臣様を監視している。その部屋からこの情報が漏れた瞬間、二度と娘さんと会えない。わかるわね。警察には知らせるな、ということだろうか。その通りよ。あなたはあなた自身の仕事をすればいいわけ。わかった、言う通りにする。屈してしまったか、大臣。まあ娘処刑の今夜中の執行を約束しよう。まあ、ジョード刑事もね、自分の罪は認めてるわけですしね。こんな感じで脅されたら、まあ、葛藤あれど、ゴー出しちゃうかもな。ビューティーのところ、行ってみる？これどこ？番号入手できたぜ。YMT2369 か。ん？右どうなってた？今。この国の警察もバカではないよね。めっちゃ端っこにいるな、ビューティー。まさか今夜の取引の情報が漏れていたとは。あー、そうね。貼ってたんだもんね、キッチンチキンね。ポイント X としてね。おー、それだった。あれ？いないんだ。エイミンは。じゃあ、自宅にいなかったのは？ママなんか嫌い？あれ？これ、なんか、言ってたっけ？言ってたやつか？それを録音してたってこと？なんとか大臣さんに声は聞かせたものの、荷物の到着が遅れているのが気になるわね。へぇ。電話持ってんだね、ビューティーがね。は？なんで？なんで？なんでここにいんの？違う部屋？え？待って、でも右のやつ見たことあるよね。うわ、暗闇か。
管理人さんの部屋の下、管理人室の地下。いやでも電話違うし、え、なんかすげえボロボロだし、え、ここどこここどこなので、移動できねえ。いやなんか違う。え、でもあの置物はなんだ。おい、まずいな、この女全く動く気配がない。気づかれている。電話線も使うことができないし、どれ罠にはまってしまったようだ。すべからく女は罠なんだそうなんすか。甘い罠と苦い罠、なぜそれを学ばない。甘い罠だったんだなマダム。早い罠って思ってんのかなそうなんかな、何があったのか知らんけどな、二人の間に。早いとこ考え直した方がいいようだなあ。まあやり直せって言ってんだよね。ここどこなんだ。上はいけないね、下もいけないね。なんか動きないかな。いやもうビューティーは完全に分かってやってんだよねこれ、俺がいることをね。強いなぁ、手強い。好きビューティーのこと好き。俺顔色悪い女が好きなのかもしれない結構なんか好きなキャラクターに多い気がするな。謎の誘拐犯か、こちらも興味はあるが、今先に解決しなければならない問題がある。人様に迷惑をかけるな、それが人として基本なのに。特に身のあること言わないですね大臣いいから、ほらもう一度やり直すとしようか。やり直すしかないね